各廃絶運動も実施日本宗教者平和協議会は宗教を信仰する者による日本の長州派の平和運動団体である略称宗平教信仰を持つ者を宗教者と呼び参加宗教者おののの信仰を尊重しつつ宗教の違いを超えた宗教者の良心に基づき世界の平和と人類の幸福に寄与することを目的として 式典の開催や運動を行っている。同会によると、会員の宗派構成は、仏教、キリスト教、神道、天理教及び新宗教と多岐にわたる。アジア仏教と平和会議、日本キリスト社平和の会、新宗平和の会も参加。なお、会として、宗教活動を行うものではなく、宗教組織ではない。信教の自由と、政教分離の確立。 核兵器の完全禁止と廃絶、軍事基地の撤去と、軍事条約の撤廃、日本国憲法の擁護と平和、民主条項の実現、人権の擁護と民主主義の発展、環境の保全と回復、宗教者の国際連帯の強化を掲げている。総理大臣の靖国神社公式参拝には、日本による侵略戦争を肯定し政教分離に反するとして反対している。 毎年3月1日に、小久保山愛吉母前祭を実施しているほか、原水教の原水爆禁止世界大会宗教者、集会、日本宗教者平和会議などを開催している。ベトナム戦争中は、ベトナム宗教者の支援、イラク戦争に際しては自衛隊派兵反対活動を実施した。総科学会、公明党を政教一致であるとして、機関紙で批判している。 総平共との混乱の際日本共産党は協力共同の発展を期待していると述べている。また、総平共40周年祝賀会及び45周年懇親会では、同党の初期局長、市田忠義が来賓として出席し挨拶した。2002年宗教者平和会議で基調講演した日本共産党中央委員研修教員会責任者で宗教学者の菊米徳は、 日本州平京の発足と40年の運動の歴史は現代宗教史にとって画期的と評価した。京都総平京、結成50周年レセプションには来賓として衆議院議員の国田敬司、京都仏教会理事、京都キリスト教議会牧師、京都元水協役員らが参加。青年向けの組織として宗教青年平和協議会がある。新宗教新聞 総価学会と公明党の政教一体批判、宗教と平和2000年総平教新役員が共産党、訪問、懇談総平教45周年で、懇親会総平教40周年祝賀会、会議教と総平教、結成50周年教と宗教者、平和協議会結成50周年記念レセプションで、挨拶。ありがとうございます。